はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。高市大臣、西村大臣、その他自民党議員の大半が知らんとこで勝手に決まった防衛増税について、総理、国民自らの責任と発言し大炎上。国政を託されたお前らの責任だろ、権力と責任はバーターだろ。三原淳子参議もですね、防衛は国の責任と堂々批判。さらに茂木幹事長、決まったことに従えと発言し、火に油。こそこそ隠れて決めといて何言いやがる、決めたプロセスを公表しろ、これがまかり通るならば政党も議官もいらん、独裁だ。会議に呼ばれなかった高市大臣、反論の機会も与えられないなんて、堂々と総理を批判。批判の大きさにビビった自民党、党のホームページの文言をですね、今を生きる我々の責任に修正いたしました。国民自らの責任っていうのを我々の責任って、変えました。ネットの話、何それ、舐めとんのか、そこじゃねえよ。言葉巧みに詐欺師やんな。何が問題か分かってないだろ。ダメだこいつ、早くなんとかしないと。でも結局増税すんだろ。いや、さらに傷口広げてるよね。これで意味変わると思ってんのか。財務省の犬が姑息。増税したいから適当に理由つけただけ。我々のでなくて自分を除外した今を生きる国民自らの責任って確かに言ってたですよ。それでね、責任転嫁だ、国の責任だろって炎上したんで、まあ慌てて変えたんでしょうけどね。多分官僚に考えさせたんでしょうね。そんなことしても無駄なのにね。我々を奴隷家畜のように考えてるから選挙違反平気なんですよ。共産党は、豊島区議会で発言しまして炎上しました。懲罰委員会にかけられて、それ乗り切った後に議長からですね、議事録から削除しろって共産党から要求があった。どこを削除すかは任してくんないこっちにって言われたんで、映像もあってこんだけネットで広まって炎上したんですから、議事録なんかどうでもいいですよって返答しました。ああ私、当時の私、どうでもいいわね。映像もあるし、これも共産党の特徴、論より大声、嫌がらせ、脊髄反射で口答えの一部なんでしょうけれども、まあ聞きもしない、仕返しでもなんでもなんかしないといられないっつうかね。そんなね、自民党のホームページ改変したところで炎上した事実は消えませんよ。自民党執行部はネットタトゥーって言葉ご存知ないんでしょうかね。誰かがアーカイブ残してっからね、これ。無駄なことしてんな、火に油注いでんな、呆れちゃいました。松野官房長官もですね、記者会見で言い訳、そういう意味で言ったのではない的なこと言ってまた炎上してました。ああってロイターに報道されちゃって恥の上塗りですね。ネットの話、国防は国家の責任やろ、ごまかせるとでも、なんだかボロボロじゃねえか。一度吐いた言葉は戻りません。本音が漏れ出ただけだよね。言い換えて済む問題とでも思ってんの。ちょっと何言ってるかわからない。そういう意味ではないという言い訳は聞き飽きた。協力してほしいならまず中抜きとか政党助成金とかちゃんと精査しろよ。ごまかすなクソメガネ。あんまり国民なめんねん。これは岸田総理のこと言ってんのか、松野官房長官のことを言ってんだか、わかんないんですけど、まあ総理のことかな。野党がだらしなさすぎるから、だらしなさすぎるから自民党も劣化すると、国民の皆様にご協力をお願いする趣旨だったなんて官房長官言ってましたけれども、お願いすんのと責任転嫁するのは相当違いますよね。ネットでの炎上も自民党に聞くようになりましたな、これな。茨城県議選でですね、議席9減らした大敗が聞いたかもしれない。総理顔面蒼白絶句だったらしいしね。まあこれは時期的にですね、総理発言じゃなくてテレビのツボガーが聞いたんじゃないかって思われますけれども、まあ増税で議席減らした選挙負けだって、言っといた方が増税ためらうだろうから、国防は国民全員が
考えなくちゃいけないことはわかる、だがその前に共同参画とか外国人生ポを見直せっつってんでしょ。それ一切やらずに楽な道選んで増税しようってしてから非難合々なわけでね、全然わかってないな、自民党税制調査会っていうのが開かれまして、増税反対議員は約7割だった、会議では怒号が飛び交ったと杉田水脈さんツイートしておりました。増税賛成の、井口っていうものこれ井口、邦子さんに国防を税金で支える決意を世界に見せることが最大の抑止力になる、何言ってんのかな、税金でやるのは当たり前でしょ、国防税金以外でやってる国あんの、何言ってんのかなこの人、また炎上しておりました。ネットの話、賛成してる議員の一覧見たいわ。賛成は岸田派宏池会だろうな。財務省の言いなりの立憲が静か、チャンスなのに、男女共同参画なんて利権予算なくせばいいだろう。自民支持者からも猛烈に非難されてるが、自民議員からも反対意見は散々出てるぞ。税金以外で国防を賄っている国なんか存在するのか。これ本当何言ってんだろう。なんだよ抑止力って、私は増税賛成派ですって言ったら次の選挙で落選だわ。増税じゃなくて意味不明な NPO への補助金と ODA を削れと、まあもっともない意見ですね。増税自民のイメージつくと選挙で、不利だし、議員7割反対は当然ですね。むしろ3割賛成してる人ってどうして賛成してんだか聞きたいよ。その3割の人らはかなり財務省に洗脳されちゃってんすかね。総理が自ら打ち出した増税方針を党内の反対で転換すれば政権が潰れる、これ閣僚経験者大臣経験者だって、だから反対を押し切って強行すんだって、これ引っ込めたら党内の反対で引っ込めたら、まあ、メンツが潰れて、総理続けらんないっていうことらしいんですけどね、増税するぐらいなら岸田政権潰れた方が万倍マシなんですけどね、岸田が総理を続けるために税金払ってんじゃねえですよ。無の引っ込め、総理を続けたい私利私欲でですね増税強行するなら、まあ、岸田は日本人の敵ってことになりますね。まあ、あの日本にいる外国人は好きで日本にいるんだろうから、まあ、仕方ないですね。嫌なら引っ越せばいいしね、日本人の敵岸田、自分が総理でいたいがために党内の不満を抑え込むところを見せないといけない、党内の意見でふらふら出した方針引っ込めてたんではメンツが潰れるって、まずは党内の意見まとめてから言えばよかったんじゃねえのかな、バカなのかなって本当にねつくづく呆れちゃいますけど、増税岸田新たなばらまき事業開始、出産子育て応援交付金、を開始だそうであります。高級化したいだって、永遠に続けたいだって。まあ、要約するとですね、新生児に10万円あげちゃうっていうものらしい。これはもちろん外国人にも、だそうであります。ネットの話、増税基地外、増税以外にやること思いつかねえのか。めちゃくちゃですな。10万円もらって子供産もうって気になるのかよ。重税のせいで結婚できないんだが、10万円もらえるからって子供が増えるとは思えん。減税して景気良くするとかいう考えはないのか。補助金あるから子供作ろうとはならないんだよ。増税で少子化になってるんだが、どうしても増税してんだろうな。30年前の実質税負担率は 36%、 現在は 48.1% の重税国家。こんなんで若者は希望を持って結婚しましょう、子供作りましょうって気になりますこれ。しかも配るのは10万円相当って書いてありました。またどっかにね手数料入る、なんか怪しい利権とかしてるクーポン配るのが、使いにくいんで、扶養控除を増やしてね育児世帯を10万円程度減税すとか、そんなったら手っ取り早いんじゃねえの、そういうことは絶対考えねえのな。今扶養控除いくらなの、私が覚えてるのは一人頭38万円でしたけれども、これね50万円一人当たり子供っていうか扶養一人当たり50万円とか60万円とか旦那さんのあるいは母親の
所得から、引いたものに課税する、控除、対象になる。それ増やして、10万円分ぐらい減税したらどうなの？一緒でしょ。そういうことは絶対考えない。防衛増税前に、そういう無駄遣いをやめろって言ってんだよ。新生児に10万円配ります。外国人の子供にも、100% 徴収して、100% 使い道を決めたいっていうですね、財務省の理想に着々と近づいてんなーって、財務省官僚の小山も重税に苦しむ勝者のいない不毛な努力だぞ、それ。気づいてないかもしんないけど、財務省の官僚はバカだから。韓国政府、軍艦島で強制労働があった。ユネスコ世界遺産委員会、日本政府さん説明を、日本政府、ほらよ、500ページ。内容は強制労働はなかった。ね、ナチの強制収容所と同一視すんな。いうもので、500ページにも及ぶ証拠の文書を出したみたいであります。ネットなんです。給料もらって年金や健康保険のある奴隷がいるかバーか。さらに、遊興施設まで用意してもらえる奴隷って、夜は晩酌付き。給料をもらって出稼ぎに来といて、何が強制労働だよ。技能給であることはいくらでも証拠がある。当時のですね、給料の明細書であるとか、映像、画像も大量にありますから、軍艦島に関しては。お互い外国人の方がユネスコのアホより詳しい。つべこべ言うなら、世界遺産登録外してくれ。それどころか国連脱退でも、500ページの報告書ってガチガチのガチ。ガチですよね。これ大変だぞ。軍艦島については、当時の映像もいっぱいあるし、ユネスコって事実を自分で調べたりせんの？国連職員は既得権益と、500ページ。作る方も大変だが、精査する方も大変やな。私が職員で受け取ったら、なんか証拠あんだろうなっていうことで、よく読まねえな。それも悪いんですけど、外務省のどの部署がやったか知らんけど、オツでした。当時の映像や画像がいっぱい残ってから、いくら韓国政府がですね、何癖つけても無駄だぞ。諦める。しつこい。竹島侵略中の敵国日本に対する戦争の一部としての嫌がらせ行為でしょうね、これね。日本人全体が、その戦争行為だ。これは、認識すべきなんですよ。韓国政府による嫌がらせは戦争の一部である。竹島侵略中なんですから。戦争中なんですから、我が国は。韓国は交戦中の敵国、竹島泥棒ぐらい言える議員おらんのかな、国会議員な。敵国のグループを歌合戦に出してご利用する NHK は敵のスパイ組織っていうことで。イギリス BBC 会長、テレビはオワコン。BBC は2030年までにネット配信事業者に変化する必要があると。8年後までにテレビ終わるって演説しておりました。ネットの話、NHK なんか言え。NHK は絶対報道しないニュース。NHK からしたらこれほど都合の悪いニュースはない。競争のない世界は衰退して当然。劣化して当然。今の自民党もそうなんじゃないか。野党ダメすぎて、もう選択肢がねえから自民党に入れるしかねえ。そうすると競争がないですよね。劣化して劣化して衰退していく。当然ですよね。世界中の広告料の半分ぐらいはもうネットだし、頼みの高齢者もスマホで動画を見始めてるし、ラジオがテレビに負けたように、テレビがネットに負けるだけ。日本のテレビはすでに弱ってますよ、会長。日本のゴミどもは、今更ネットに来てもやっていけないんだわ。そうだね、明日から、もう日本のテレビ局は、作った映像で YouTube で勝負しろって言われても、できねえよね。無理だね。テレビ、マジで不要と。テレビ局全部と、特に NHK に猛烈に都合の悪いニュースですね、これね。さぞかしですね、BBC の会長、余計な音って思ってることでしょう。ストレスで免疫落ちろと。
BBC 会長は8年後までにテレビ終了と推測していると、もちろん根拠はあってですね、米中の動画サイト、これ YouTube と TikTok だろうな、の若年層の視聴時間がテレビを超えたであるとか、それが前年代で起きているであるとか、その変化は急激であるとか、そういうとこから8年後までにテレビ終わっちゃうな、予想したんだと思いますけれども、日本の高齢者もスマホで動画見始めてますもんね。たまに電車の中でおりますよ。まあ高齢者っつったら失礼かもしれないですけど、スマホで動画見てらっしゃる方、採算度外視で時代劇専門動画サイト、もちろん無料、とか作ったら、ますますテレビから高齢者引き剥がせるなぁ、なんて悪いこと考えたりして、DHC さんとかやってくんないかなぁ、そういえば買収されたんでしたっけ、DH さん。NHK を滅ぼすために来年もスクランブルでも開催いたします。その時はまたご協力よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。